か変だな。ごめんなさい、ちょっとたびたびバグってて、たびたびすいません。どうも、和道です。今日何曜日だ、火曜日、水曜日。いやー、涼しくて気持ちいいよ、今日は。肌寒くなってきて気持ちいいね。はい、おかえり。木曜日か、明けて木曜か。あ、また台風来てるんだ。そうなんだ。ありがとう、教えてくれて。知らなかったな、台風か。強いんだ。異常気象ですな。台風ワクワクするんだよね。台風楽しくない？この前さ、24号が来た時にさ、のりこがビビってさ、風が怖いらしくてずーっと険しい顔してた。写真撮りに行くから手伝って言ってた。怖いわ、どうさん、怖いっつって。雷とか台風が怖いんだって。子供かよ。本当にビビってたよ。わどさん怖いっつって。ずっとしかめっ面で歩いてたね、のんちゃんは。俺台風好きなんだよね。風がビューって吹いてる、楽しいよね。あ、怖かった。俺風が強い日テンション上がるんだよね。笑えないんだ。全然風強いの大好きだから。そんなにやばいんだ。あ、面白いな。ちょっと緑がかってるもんね。真っ白い光なのに、やっぱ緑の反射になるんだな。25号だってね。
21号以下そよ風。それだけ21号がすごかったんだね。とんでもなかったんだ。沖縄とかの台風もすごいもんね。なんか将来どこ住もうかな。なんか東京でも郊外に行きたいな。なんか東京都でおすすめのエリアある？みんなは。もう23区でも郊外の方がいいよ。八王子とかいいのかな。おお、ゆうこちゃん久しぶり。池尻いいんだ。なんかもうこういうビルが生えてて疲れたよ俺は。都会にこんな人間が住む場所じゃないよ。頭おかしくなりそうだよ、おのぼりさんだから。見渡す限りの高層ビル群な。しかしさ、こんだけ夜中で大東京なのに誰もいないんだぜ。独り占めだよ。よくない？真夜中独り占めですよ。ほら誰もいない。気持ちいい。あー、花火ありがとう。いや、カメラ持ってきてないよ今日。ただのサーボ。ありがとうね、花火ゆうこちゃん。最近行った時の神奈川の川崎は最高。あ、俺ね、コンクリート関係あるような気がする。てかね、東京は病むよ。もうなんかね、おかしいもん。なんかおかしい、東京は何かが病んでる。どんどん便利になってくけど、どんどん病気になってくからね。いや、ラッキー、いらっしゃい。最近はね、写真じゃなくて動画を撮り始めててね、動画にハマってますよ僕は。最近は動画勢。夜中の新宿とかもいいかもしんないな、撮影すんの。誰もいない街。やっぱりさ、ずーっとさ、何千年も何万年も何百万年もさ、その地面とさ、緑とさ、川ととか、そういう感じで生きてきたわけじゃん。だから急激にさ、ここ数百年で劇的な進化をしたんだけど、体が対応できてないんだと思うよ、この無機物っていうの。やっぱ有機物に囲まれてないと人間っておかしくなるんだよと俺は思うよ。すげえかっこいいパンクス。変だよな。今日ね、寒いね。もう涼しくなってきたよ、だいぶ。今日寒い。 T シャツで肌寒い。もうそろそろ パーカーとかね、着ないとね。
なんでこんな時間に徘徊、なんだろう、散歩したかった、運動不足だから、気分転換かな。坂戸ペコ元気だよ、元気。でもね、坂がね、ちょっともうやっぱ年だね、もうあと2年ぐらいだと思うんだけど、寿命が。大事に育ててるよ。ペコが特に元気かな。さあちゃんももう人生折り返してるから、手のひらで寝るからね、さあちゃんは。ここ明るいな。本当誰もいねえな。はい、ワード2。これ地下入れんのかな。あ、シャッター閉まってる、入れないか。あ、そうそう、モード学園ここね。ライトが当たって見えづらいけど、コクーンタワーだ。車が走ってるね。なら見えるかな、モード学園。かっこいいよねこのビルね。西口の方行ってみるか。まあお店やってないだろうけど、東京モード学園かっこいいよ。コクーンタワービルで2番目にかっこいい。これやばいよねこのデザイン、超かっこいい。あと都庁だよね。モード学園のビル作ったやつかなりハイセンスだと思うもん。これはめちゃくちゃかっこいいよね。あ、なんか穴がある。こん中に住みたいな俺。なんだろうこれ、こん中に住みたくない。え、これ何なんだろう、何だろうこれ。あちゃんいらっしゃい。これ何なんだろう、地下道とかかな。え、何これ。え、地下道だ、すげえすげえ。え、何これ。え、地下道じゃん。え、何これ、奥まである。え、何これ、防空壕とかの名残かな。え、多分これあれでしょ、防空壕とかの名残で、多分基地あるでしょこの中に。うん、多分あれ古い地下防空壕とかじゃないの。いや勝手に想像で言ってるけど、あれ住みたいな、あそこに。あそこからワドツーっていうひょっこり出てくる。すげえな。え、ああいうところ良くない、秘密基地っぽくて。世の中にはマンホールの中に住んでる人もいるからね、ロシアとか。新宿迷路だよ、地下道が張り巡らされてるから。お腹すいたな。この時間なんかやってるかな。なんか最近暴飲暴食で太っちゃったんだよね。
リバウンドしてる。ここ3日ぐらい食べ過ぎなんだよね。ほら、地下道の中入ってる？これやってんのかな？入ってみる？電波なくなりそうだったら教えて。まだやってんのかな？ほら、地上があるでしょ。地上が入るよ。新宿はね、地下が魅力だからね。電波あるかわかんないけど、電波なくなったら教えて。なんかいい匂いすんな。閉まってないな。何があるんだ。あ、JR の地下だ。じゃあ電波あるわ。誰もいない。ほら、誰もいないよ。誰もいない。うわ、誰もいない。いいな。閲覧が減ってくよ。やめて。あ、戻ったかな。やっぱ地下ダメか。これがあるからな、配信は、うん、これがあるからね。はい、ワードだよ。地上に戻ってきたわ。高いね、そうだね。はあ、何食べよう。ハーフじゃないよ、純日本人だよ多分。母親も父親も日本人だけど、まあ証明はできないよね。戸籍とか見たことないし。店も閉まってるな。西新宿、新宿西口まで来ちゃったよ。郵便局24時間なんだね。カラオケ配信やりたいな。お腹すいた。ダメだ、店閉まってるわ。店やってねえや。松屋がある。うわ、怖いよ。なんで飛ばすんだよ、こんな狭い路地で。おかしいだろ。こんなところで人引いたら最悪だよ。危ないよね、田舎じゃねえんだから、うん、何食べよう。何もやってねえな。そりゃそうか、誰もいない。ほら、カラオケ配信、カラオケ配信だって朝5時に閉まるんだよ。もう30分で閉まるんだよ。カラオケ24時間ないよ。もう閉まっちゃう。今度カラオケ配信やろうね。牛丼か、そば食いたいな。なんか牛丼飽きた。もう手作りのもの食べたいよ。もうなんか既製品飽きたよ。普通に家庭料理が食べたい。牛カツ。
牛カツってうまいのかな、ステーキカツ。え、牛カツ屋さんやってんの、うどん、そばがいいな。日高屋やってる。日高屋じゃなくて王将がうまいよね。餃子の王将ないんだよね、新宿。餃子の王将食べたいな。富士そばが、富士そばと日高屋があるか。まあ候補1だな、富士そば日高屋。いいね、ありがとう。ね、手作りのものがいいよね、やっぱね。外食なんかもう一人暮らしになってくると心病んでくるよね、やっぱ手作りのものが一番美味しい。素朴な味がね一番美味しいんだ。富士そばまずい？そう？富士そばでマシなぐらいだよ、ほんと。昨日か一昨日か、一昨日先輩が成田から来てて、金の蔵居酒屋最初に入ったんだけど、寿司頼んだらクッソまずくて爆笑してたもん。あまりのまずさに爆笑してたの。これマジでこんなのしか出ないのって言って、同じチェーン店でなんでこんな まずいのって言って、いや新宿こんなもんすよ、高いしまずいしやばいねみたいな。あ、力飯があるね、スタ丼もあるね。あ、磯丸水産ある。うわいいね、力飯、焼き牛丼のお店だね、力飯。家系ラーメン、スタ丼カラオケマック24時間いや新宿まずいのしかない、ご飯まずいよ。ラーメンいいな、でも家系ラーメン苦手なんだよな俺。ゲームセンターも閉まってるね、腹減ったな。さあ何食べよう。あーまあ個人店は高いよ、てか個人店がやってけない、あのお客さん入らないよやっぱ、個人で安いもの出せないよね。そうさ、チェーン店とかさ田舎とのバランスで同じ価格でってやるからなんとかなるんだろうけど、だから俺思うんだけど、マクドナルドの料金って一緒じゃん。でもさ田舎の土地とさ新宿の土地って全然値段が違うわけだから、だから田舎の方とねやっぱね都会の方値段変えるべきだと思うんだよね。ユニバーサルサービスみたいに料金均一にする必要ないと思ってて、だからね東京に人が集まっちゃうんだよ、うん、変だよね、まあ、だからまあ資本主義の原理だ、だからでかいところが勝っちゃう。でもそんなものは新宿にない。どうしよう、何食べよう。別に家に帰ってコンビニ弁当とかでもいいんだよな。
会えるか。あ、でもこの時間あれか、スーパーによっても何もないか。どうしようかな。あ、パスタ茹でようかな、家帰って。パスタ、あ、一蘭やってるな。あ、一蘭電波ないんだけどね。あ、一蘭行こうかな、久々。うわぁ迷う。一蘭24時間だわ、ちょっと遠いけど。一蘭行く？うわぁ一蘭か、その手があったか。ねえ、一蘭美味しいよね。あれでも博多ラーメンの人はありえないって言うらしいけどね。あんなの博多ラーメンじゃないって。俺一蘭大好きだけど。ああ。いや、コーメンも食いたいな。コーメンってやってないんだっけ、この時間。コーメンって何時前だったかな。ラーメンのために行くか。一蘭でも地下だから電波ないんだけどね。行くか。でしょ、一蘭福岡の人除外って言いますよね。でも福岡のラーメンってそんなにうまいの？俺ら関東の人からすると一蘭はめちゃめちゃうまいんだけど。一蘭ないって言うよね。でも一蘭すげえ流行ってるよ。本場の博多ラーメン食べてみたいよね。本場。ちょっと充電しないと。電波がない。充電。お腹下さないよ、一蘭。え、何が違うの、その博多ラーメンと。なんかね、博多の人は怒るんだよね、一蘭好きっていう。ね、博多の方がうまいの。食べてみないと分かんないかんね。だってあれ、一蘭って博多ラーメンを日本で一番流行らせた店じゃないの？継ぎ足しのスープが下す原因？あ、継ぎ足しなんだ。それはね、お腹下すか。やっぱガチ勢は一蘭嫌いなんだね。あ、充電ない。ゆで卵かい。え、切れた。え、電波、え、なんだ、充電されてんのに電池切れてるのは、なんだろう。大丈夫かな。コーメン食べてえな。え、見えてる。いや、なんか電波がおかしい。あ、ダメだ、配線の長さが足んない。バッテリー取り出さないと。見えてる。ああ。買わないとな。 Wi-Fi じゃない、携帯の方。
電波と電池がなかったら役立たずだからね、配信者。東南口の方に行きます。帰りは電車だな。あれ？なんだ？周辺が。あれ？なんか変だな。壊れたか？あ、充電ないわ。ごめん、充電切れるわ。申し訳ない。バッテリーが切れた。ごめんね。ここで終わりにするわ。申し訳ない、みんな。バッテリー切れ、ごめんなさい。じゃ皆さんお疲れ様です。バッテリー切れました。おつです。ごめんね。お疲れ様。